着きなよ少しや。こんな時に落ち着いていられるかい。お前さんがうろうろしたってな、始まらねえんだよ。わかってるよ。こういう時男はな、落ち着きや。いいか、大事。大切に育って立派な魚屋の跡継ぎにするんだい。へえ。でもまだ男か女か生まれてみねえと。いやいや、男に決まってるわな。うん。大助、おめえ妙なこと言うじゃねえか。どうしたんだよ。あ、俺の孫だぜ。おとよが産むんだぜ。決まったらな、お前さんで産めるわけねえじゃねえか。八百屋にするんだよ。俺の孫なんだからな。あのな、なんだ。生まれてくる子の父親はこの大八なんだよ。な、そうだったらよ、その子は魚になるのが筋ってもんだろ。なんだ、八。冗談じゃねえよ、八百屋にするったら八百屋にするんだよ。魚屋。この野郎分からねえ野郎だな。俺の孫だって八百屋にするんだよ、この野郎。魚屋だってんだよ、バカ野郎。やりやがったな、この野郎。この野郎、やがったな、この野郎。この野郎、この野郎。この野郎、この野郎。この野郎、この野郎。よかった。元気のいい女の子だよ。おとよちゃんも元気だよ。助けた。やった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 やと一体どういうことなんだよ。おめえも本当にしつこいね。ねえもなしょうがねえだろ。はいだよ。目の下一先進んどぶ。ねえんだったらよ。どこ行くんだ、どこ行くんだい。しょんべん。サライさん。サライさん。おとめ。へい。サライさんしてくれねえか。おはよう。あ、おはようございます。どうしたのさ、大きい声出して。あ、聞こえちゃいました。当たり前よ。申し訳ねえ。本当短期なんだから。それ何？いやね、貸し中駆けずり回ってもタイが一匹いねえってことね。これ一体どういうことなんですか、おタイさん。あ、タイね。どうしてもタイが欲しいんだけどね。庭上がったんだけどね。いつもの通りお城の分200匹と大名屋敷の分100匹収めたらきっちり。こっちに回ってくる分全然なくなっちゃったのよね。あの、一匹も？そのことで今お父さん掛け合いに行ってんだけどね。タイが欲しいのは駿河台の殿様かい？いえ、そうじゃないですよ。おい、大八、ほら。おはようす。おはよう。いや、実はね、こいつのとこで赤ん坊が生まれましてね。まあ、タイで祝ってやろうと思って。うわぁ、赤ちゃん。おめでとう、大八さん。ありがとうございます。まあ、タイさえあるやね。あ、帰ってきた。おけんなさい。あ、サヤさん、タイは？いや、困ったことだ。これじゃ商いにも何もならしね。海はしけだって言うんだ。え、そんなバカな。こんないい天気じゃないですか。なたすけ、近頃どうも魚の入り具合が思わしくねえんだ。サヤさん、しっかりしてくださいよ。このまんまじゃ世間の皆さんに満足に魚が届けられなくなっちゃしねえかと思うんだ。まさか。ともかく放ってはおけねえ。俺は明日にでも江戸を立って網元のところで手を打ってくるから、ちょっとおめえたちで、あとは頼むぜ。へえ、それはまあ。ねえ、お父っつぁん、
大平さんとか赤ちゃん生まれたの。そうかい、それはおめでとう。いや早速タイで祝ってやりてえが、この有様ですまねえな大八。いやとんでもねえさ、ハイさん。まあなんだよ、タイの金よ、他の魚祝いすればいいんだよ。兄、うん、それがもう貸しには魚一匹も残っちゃいねえんだ。寛永2年11月カノと鳥の日、晴れ。じい、江戸の町はどうじゃ。はい、上様のおかげをもちましてすこぶる平安、下々の者に至るまで幸せに暮らしております。親方はどうしておる。親方、助けじゃ。ああ、助け相変わらずそぞっかしいところは治らんようで。おかみさんも元気か。はい。あれから1年か。楽しかったな。人弁、口、キスケ、煮つけ、かすけ、平助。ところでじい、城外へ出れぬか。良い工夫はないか。なりません。上様は今や天下万民の祭りごとを司る将軍職にございます。国言にござります。将軍ご休息の間において祭りごとを見備わす。楓の間でくつろぐ間もなくご飯物などし、朝廷への書き物の筆を取る。昼食の正午はすでに 2,3 時間を過ぎている。謁見は白書院で行う。それこの時はただ身を起こし、体をわずか左右に動かすだけで元の位置にとどまっていなければならない。古来よりの慣例である。便所へ案内しているわけではない。老中若年寄りおそば衆が殿中を通る時の習わしである。すなわちこの人物は老中酒井土佐守忠弘。老中酒井土佐守忠弘殿、ご政務ご祭壇を仰ぐべくご志向にござりまする。第一は上杉中納言景勝卿の長子、喜平次定勝殿、樹脂井の下侍従に叙任、壇上代筆に改む。この儀にござります。よきに計らえ。将軍とは格も多忙である。しかも儀礼格式が重んじられ、たとえ政治に意見を出したとしても。待て。恐れながら神君家康公徳川幕府開幕以来、そのようなことは慣例ございませぬ。格のごとくである。将軍職とはつまり幕府の車歩である。そのあたりが難しいとこの将軍は今思っている。次は町奉行加賀爪民部将友より上申あり、神田川の拡張、江戸川の付け替え、加治町保家長官の長崎町全域及び日本橋京橋間に3か所の広小路を設け、新たなる日よけ地にいたするの儀。この儀にござります。日よけ地とは火災の累傷を防ぐために設けた空き地である。日よけ地か。御意にござります。よきに計らえ。じゃあに。おう。
めんなさい。お腹、羽織出してくれ。どこ行くのさ。決まったろうな、八百勝だよ。はっ、何も隣に行くのに羽織なんか。ほら、元気のいい鳴き声。お前さん、空っぽかい？タイがないんだよ、タイが。ないって。お前さん、貸し行ってきたんだろ？バカ野郎、フレアでタイが買えるかい？いや、おかつに、合わす顔がねえよ。手ついて謝ってこなくし。一匹や二匹、お城に収めた残りが。それがよ、残っちゃいねえんだよ。タケの野郎がお前、全部かっさらっちまったんだよ。タケ？将軍様が？ああ、あの野郎はお前、大方バカにことになっちまったんだよ。え？何しろよ、200匹食っちまうんだよ。まったく、どういう腹してんだろうね、あいつは。大久保殿。下城でござるか。いかに。ご承知と思うが、上様はもはや竹千代君ではござらん。ご老人のお守り役気分はそろそろ抜いてもらわねば。けじめをつけられる。日よけ地の一件、おさえかになる。すぐにも手をつけられるがよかろう。その方、次は京都諸子大栄転の噂も出ておる。は、ま、職務に一層励まれい。は、日よけ地の一件、ご裁可になった。すぐにも手をつけい。は。腐ったイワシ売ってるそうじゃねえか。とんでもねえ、そんな。よっ。あら。あら。何しやがるんだ、ベラボメ。やめろ、やめろ、やめてくれ。叩きは誇りの一つも出るからね、ちんやるめ。この町内が二度とうろちるすんね。おう。一心助けがしじみ売ってるんじゃ閉まらないね。めんぼくねや。どうしてだい、魚めっきり減ったけど。うちの亭主なんかも嘆いてるよ。うめえ刺身が食いてえって。しけなんだよ。嘘だろ、こんないいお天気なのに。海にはな、ずっとしけが空いてるんだよ。ほら、勘弁してくれよ。そんなもんかね。そんなもんなんだよ。兄、兄。おい、おてんとさんはな、まだ上がってるんだぞ。おい、みんな集まってるんだ。ったく、もう真っ昼間から、ま、冗談じゃねえ。お前、商いがうまくいってねえからってよ。おい、よしなよしな、おめえ小持ちじゃねえかよ。そんなんじゃねえったら、もうほら、早く、ほら。おめえ、おめえどうしたんだ、その傷。情けねえ大の男がよ。おい、喧嘩か、おい。どこのどいつにやられたんだよ。兄貴よ、いきなりよ、腐ってるイワシ売って。我慢しろ。嫌がらせだ、きっと。え、兄も薄々聞いてんじゃねえのか、噂。ほら、魚河岸取り潰すっていう。なんだと。俺も人だろ。これで魚が減らねえと思った。嘘だよ、嘘。そんな噂はお前、嘘に決まってるじゃねえかよ。そうかね。当たり前よ。そもそも魚河岸ってのはな、神君家康公が
お江戸入りになった時からお声掛かりで始まったんだ。まあそれは確かにな、5、6年目は、まあ、他に移すって話はあったんだけど、里嫁になったんだよ。じゃあただの噂かね。決まってるだろ、おめえのな聞き間違いだ、あーてもんなんだからよ。ケレ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 、おみつぼ、おみつぼ、ほら、いないいないばー。ねえ、なあ、おなかさん、おかれに似てるかい？いや、まあね。いつだよ、まあねってことないじゃんか。ほら、お父っつぁんのお帰りだよ。おお、おかえり。お父っつぁん、ダメじゃねえか、抱き伏せつけたら。ケチケチするなえ。おとえが晩の支度をしてる間だけじゃねえか。なあ、おみつぼ。しょうがねえな、本当に。大橋さん、一人？タスキ屋にちょいと回るとこがあるからって、そう言ってたけど。そう。遅いね。あら、タスケさん。あの、町役さんと奉行所に呼ばれたそうで。聞いたの？はい。そう。で、心配しなくていいの。っていうと？きっぱり断ってきました。じゃあ、あの噂やっぱり本当だったんですね。まだみんなには黙っててほしいんだけど、タスケさんだけには本当のこと言うわ。実はね、魚河岸は日よけ地に決まったから、今月限りで品川に立ち退いてくれって。そんなこと承知できる？承知できねえ。デイジ、品川組んだりから魚仕入れたんじゃ、みんなの口入る前に腐っちまえ。ったくもう、役人の考えてることもなっちゃねえ。お父っつぁんもきっと同じ意見です。とにかくお父っつぁんは身元の方に出かけてて留守だし、魚河岸はちゃんと守ります。たすけが、そっちの勇ましいのは差配の久右衛門のお嬢さんだそうだな。え、おとなしくしてた方がいいんじゃねえのかよ。さあ帰ってもらおうかい。明日また来るぜ。おう、実は親分、タスケ、久しぶり顔見せなんだな。実はな、お前にこれを見せてやろうと思うてな。困ったことが起きちまって。いや、この箱庭はな、わしの生まれ故郷の大久保村をかたどったものじゃ。どうじゃタスケ、美しい美しい山や川であろう。ん？そのようで。この度、公儀御用達を仰せつかった
佐野屋という材木屋がな、心ばかりの打ち祝いとしてこの箱庭をわざわざ作らせてまいってな、それ以来こうして毎日付きっきりで昔の恋人に会うたような。じゃあしじみは少し出所に置いときやしたから。帰るのか。はい。何か言いたいのじゃろう。ちゃんと顔に書いてある。悪いけど、夜分あいつは見込みありませんぜ。将軍なんて知るもんはやっぱり将軍でさ。知るものとは何じゃ。おしらいって良きに計らないなんて言ってるんだ。な、何を言うか。言えって言うから言ってるんだ。これ、助け、こい、こい。今度竹の野郎に会ったら言っといておくんなせ。俺と一緒に夜の明けねえうちから番台担いで動かしに買い出し行ったの忘れたかって。動かしに何かあったのか。動かしぶっ潰すって言ってるんですよ、おかみは。なっちゃねえ。こんなべらぼうなご生徒だっていいんですかね。え、親分。来ない。は、はい。町奉行は誰じゃったかな。これ、それくらいちゃんと覚えておけ。は、あの、加賀爪民部醤油様で。よし、町奉行所へ参る。は、はい。じゃ、上様に直々申し上げる。途上の支度せい。珍味じゃ。彦太を呼べ。大久保彦左衛門様、まかりこされお目通りを願いおりまする。モージーが。は。どうせ。は。上様、容易ならぬ事態が起きましてございます。魚河岸の。いい。そちを呼んだのは余じゃ。まず余の問いに答え。は。その方、賄賂を取っておるというのはまことか。黄金の贈り物に覚えがあろう。恐れながら汚らしき賄賂など何で取りましょう。この無役の老いぼれに持ってくる水凶物などおりますまい。じい、笑って済むことではないぞ。大久保彦左衛門、この身に一点の、ごめん。じい、来ない、来ない。はい、届くものはこの箱庭だけであったな。いやいや、あの、それとで。何、まだあるのか。あ、助けがイワシを5匹。あ、いやいや、それはよろしい。あの、虫でも。ん、この箱庭を改め。は。ねえ、ひっくり返すのじゃ。よろしいのでございますか。かまん。
て沙汰あるまで屋敷にて謹慎せい。以後目通りかなわぬぞ。間に合った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 。おい、謝っちゃいけねえ。わけがあるんだろう。上様からお叱りの謹慎をいただき。おい、上様って将軍様かい？あの高野野郎かい？ベラボメ、そんなものをいただいてたまるかってんだよ。そうだろう。たくの野郎も何のことしやがるんだ。俺が承知に助け、静かにせい。やじじ、きれきれ、そんなに切りたかったらな、一心出すから見てあげるから。そんなしゃばら早く来ちまってもらうくたばっちまえ。助け。なんで日頃の恩も忘れ、真の道も忘れろ。八甲造魂許せん。聞こえたのかい。耳はまだ達者のようじゃねえかい。黙れ、待てとか考え直せとか、せめて言葉をかけるのが人情というものじゃろ。待てと言ったら待つのかい。また。だったらつべこべ言わないでやんなよ。ほう、やってもらおうじゃねえかよ。もう木内さん、二人でこれからよ、一晩中の明かして立派な通夜やってやろうじゃねえかよ。魚は何する？まあな、こんな小汚ねちっぽけな家じゃろくなもんねえと思うけどよ。お、俺がよ、一っ端行ってあのマクロかなんかいいのを見つくらってくれよ。日頃は天下のご意見番だろう、庶民の味方だろうって大きなこと言ってるくせに、大菓子が潰れようって一大事を見捨てて勝手に腹切ろうってんだからね、このじじいが。もう頼まれ。親分でもなけれや顧問でもねえ。やれよ、やれやれよ、やれってんだよ。箱にはもろうてしもうたのではな。そこに小判が敷き詰めてあったとはな。箱にあの底の小判が。今から乗り込んで材木のサラダに叩き返してください。待て待て、オンリーに、オンリーに助けて。これやろう。助け。わかったわかった、もう腹は切らん。胸が潰れるかと思ったわ。おいらなんでも腰が抜けちまった。あ、じゃあ、あの立派に座り込んで短歌切った時、いや、立とうと思ったんだけどよ、立てなかったんだよ。あ、ありがとう。それにしても、あの佐野屋って材木屋がなんであんなことをしたのかね。それはよ、
親分に取り入れ払うの決まってるじゃねえか。でもさ、その大久保のお殿様が謹慎になっちまってさ、小判の箱庭がとんだ恨みに出たもんだね、その佐野屋にとってみりゃ。ざまあ見ろってんだよ。大体な、悪いことばっかしてやがっても。恨み？待てんのか。それだ。佐野屋にとっちゃ恨みでなくて表目よ。親分が煙手飲んだから、上様と親分の仲を引き裂いてお城から追い出そうって寸法なんだい。これは裏の裏がありそうだな。魚河岸のことといい、殿様のことといい、これは天下の一大事じゃねえ。なんとか高野野郎に会える方法ねえのかな。日よけ地の設置はどうなっておる。は、少々抵抗はありますが、それほどでもなく。期限を守るよう、しかと申しつけたぞ。は、日よけ地の一件、期限までに必ず片付け。よいな。は。おお、例の箱には返してきましたかい。はい。欲のないご老人で。しかし、うるさい奴が上様の周りから消えた。まんまと計略が当たったわけだ。おかげさまで、そういうことに。中根様、よろしかったら箱にはお譲りいたしますが。さてと、では魚河岸の仕上げといくか。つきましては、予定通り注文した大量の材木が入荷いたします。まあ、期限までにやっていただきませんと、まあ、お城の工事の方も差し支えが出てまいりますので。分かっておる。ああいう手合いは金をつかませ威張らせておくに限ります、加藤屋の親分。その通り、佐野屋さんのおっしゃる通り。まあね、出世の方は与力は与力止まりでしょうが、つかませた金以上の働きはしてくれるもんです。ねえお前さ、タイばっかりが魚じゃないさ、私ら貧乏人にはイワシの方がよっぽどごちそうなんだからさ。そのイワシ一匹、今日から口に入らねえようになっちまったんだい。それじゃ江戸の町中魚なしかい。お大名屋敷や料理屋なんかどうすんのさ。そっちの方はよ、誰がどんなからくりでやってるか知らないけど、ちゃんと届いてやがるんだよ。それじゃ魚にありつけないのは私らだけなのかい。お上のすることはまた片手打ちだい。その日暮らしのボテボテの一人や二人どうなっても知らねえって寸法なんだよ。たくちく、子供のおいとめさんやお年寄りの松さんのおかみさんなんかもうお米を買うお足もないってこぼしてたけど、この上どうすんのかね。あ、お前さん大丈夫か。隣の八岡さんね、お前さんのこと心配して仕事探してくれてるんだってさ。仕事だ。てめえ隣近所でくだらねえことベラベラ喋ったんじゃねえだろうな。何言ってんだよ、みんなお前さんのこと心配してくれてるんじゃないか。うるせえこのおたふく、俺にナッパ稼げってのか。何さ、そういう話だって言ってるだけじゃないか。まったく、もう人の話をろくに聞かないんだから、このおっちょこちょい。何だと。やめたやめた、こんな時に夫婦喧嘩もないもんね。はい、ごめんなさい。俺の奥さん。隣の赤ん坊よ、もう笑うのかい。まだ笑うわけないわよ。じゃあ目の歯もう見えるのか。まだまだ。厄介なもんだな、赤ん坊ってのも。
お腹。うちもそろそろ。何だお前。あよ。旅とは結構な当時ですかな、ね、留中とんでもねえことになったな。九右衛門さん、もう知ってなさるだろうが、魚河岸はなくなる。網元回ってきたと。魚河岸を明け渡すまで魚の出荷はしねえように網元にちゃんと手は回してあるんだ。そうそう、今度できる新しい品川の魚河岸も見てきなすったかい。もうほとんど出来上がってるがね、私が采配をすることになってます。九右衛門さん、あんたのことを悪いようにはしねえつもりだ。これにハンコさえついてくれたらな。これ以上騒がず、お上のお指図の通り品川へ立ち退き申し候と。さあ、この念書にハンコついてもらいましょうか。断る。何がお上の指図だ。怪我しないうちに立ち退いた方が得だ。あそこはもう佐野屋さんの材木置き場に決まってるんだ。材木置き場、お酒が足しになることになってるんだよ。日よけ地じゃないのか。今はそういうことで立ち退いてもらうがね。とうとう尻尾を出したな。そんなことはさせんぞ。この櫛はお前さんの娘のお妙さんのものだ。お上のなさることには逆らえんな、九右衛門。いつまでも手こずらせてると、どうなっても知らんよ、かわいい娘が。お父っつぁん、ご苦労さんでしたね。あ、お疲れ様です。ご苦労さんです。で、魚はいつ入ってくるんですか。品川の新しい魚河岸が組通り出来上がってた。えどうなの？
網元との話はつけてきたんでしょ。魚河岸の立ち退きはお上のなさることだ。それに日よけ地になるんだから。おとっつぁん、佐井さん、そいつは一体どういうことなんだい。まあそういうことだからみんなも承知してもらわなきゃならねえな。何かあったんですか。みんな辛抱して今日まで魚河岸守ってきたのよ。肝心のとっつぁんがそんなんじゃ本当に魚河岸潰れちまう。すまん。お願いだ、佐井さん。おらもう50年ボテフにやらしてもらってるが、品川からじゃこんな体でとても飽きないわ。なのにおらよ、5人のガキ抱えてもうとても食っちゃいけねえや。もう魚はやめるしかねえな。お父っつぁん、諦めないで松爺やとめさんのためにも魚河岸守るって言って。お父っつぁんがやんないだったら私が。おたえ、立ち退きの金もくれるっちゅう話もあるし。金次おめえ、いや俺だけじゃねえ、他にももう何人も。おめえハンコついたのか、この野郎。おい違う、あの裏切りもやめるんだよ。やめろ。みんな、みんな親の手からこの土地の魚屋じゃねえか。魚が好きで来てやってんじゃねえのかよ。金次、おめえハンコついたのか。ついちゃいねえよ。俺だって江戸っ子でハンコつくわけがねえじゃねえか。佐井さん、もう一遍考え直してみちゃくんねえか。あんたが先頭に立ってよ、みんなの気持ちをまとめてくれりゃ、もう一度なんか打つ手をみんなで考えてみましょうよ。ね、佐井さん。本当も嘘も何にもないさ。留守中お前何か変わったことはなかったかい。いいえ、別に。本日以後、当貸し手の売買は禁止する。以後、使用することは相ならん。そんなのめちゃくちゃだよ。助けさん。そうじゃねえかよ。いくらな、お上の考えたことかもしれねえけど、佐井さんもな、俺たちも納得しちゃいねえんだ。佐井久右衛門は承知しておる。これがその念書だ。おい。どうするよ、どうするよ。あっしは今魚河岸のことで頭がいっぱいなんでさ。分かっておる。それに盗み聞きしてこいって。探るのじゃ、何度も言わすな。やっぱり盗み聞きだい。盗っ人の丸じゃねえかよ。陣中における軍略の一つだと申しておる。悪いけどな、夜分あっしはね、魚河岸のことで相談に来たんです。
材木屋の実のことは、まあ、こっちが片付いてからにしてもらいてな。もらったものはしょうがないじゃねえか。わしは魚河岸を助けたいから頼んでおるのじゃ。助け、助け。まあ、いくら天下のご意見番といえども、上様に謹慎を申し渡された身ではもうどうにもならん。借りてきた猫以下じゃ。だからまず殿様のお命を晴らして堂々とお城に上がっていただいて、魚河岸の一件についてご意見を述べていただく。そのためには佐野屋がなぜ賄賂をしたか、それを探らねばならん。そうじゃろうか。うん、そりゃそうだね。もう分かんねえこともねえな。やってくれるか。盗っと、そこのところを一つ曲げてんだもんな。いや、それは分かってますけどね。あ、しかしね、曲げられるもんと曲げられねえもんがあるんですよ、男には。魚河岸が潰れても良いのか。いや、だから相談に来てるんじゃないですか。ねえ、もっとあの他の地へ絞ってくださいよ。そんな暇はない。強情だね、親分も。どっちが強情だ。勝手にせい。勝手にしろい。桃山の頃に高麗の石工の手になるものと言われておりまして、まことに風雅な庭道路でございます。今日の西福寺にありましたものを取り寄せてございます。明日にもお屋敷へお届けいたしたいと存じております。ご政務にお疲れになられた後、少しでもお心の慰めになればと。誰だお前は。誰か。手を貸してやれ。ここで何をしていた。誰だお前は。足は別に怪しいもんじゃございません。あのお出入りの植木屋、黒川の若いもんで。どうも前田、お世話になってます。呼んだのか。は、いや、ご遠慮なすちゃ水癖ですよ。いや、足はですね、いつもこの屋敷にお出入りさせてもらってます。あの黒、足とくの職人にはこの野郎は言いませんぜ。いや、黒川じゃなくて宮川ですよ。番屋へ突き出せ。この野郎、ちょっと待て。離せ、離せ、離せ。俺怪しいもんじゃねえんだよ。おう、よくも人を盗っと呼ばわりしてくれたな、このヘベ役人。よいよい。こうなったらな、男の中の男一匹びくともするもんじゃねえ。魚屋の一心助け、煮るなら焼くなり、好きなようにしてもらうじゃねえか。やるよ。中根様、一心助け。飛んで火にいる夏の虫か。いや、冬のバカ者だ。よし、閉じ込めておけ。当分出すな。へい。この野郎、俺は何
この野郎。やめろって話せってんだよ。悪いことしてるんだけどよ。やめろ。おい、いるんだ。てめえ、この野郎、俺は。いいね、何もしてねえんだよ、何も。おい、この野郎な、罪身の犯してね人間の中をこうやって閉じ込めるってのは、後でどうなるか分かってんのかい。おい、開けろってんだよ、この野郎。だけやってめえ。みんなで手分けして心当たりは残らず探してみたんだけど。そう、ありがとう。うちの人のことだもの、めったなことはないから。それにしてももう3日も。魚河岸のことで頭がいっぱいで、うちのことなんか忘れてるんだろう。どこ行っちまったのかな。ラスケさん、お尻の匂いを嗅いでるんじゃねえのかい。三日もしっぽりしけ込んじゃってさ。え、よしなよ、お父っちゃん。今晩あたり、まんじゅうかなんか土産をぶら下げて、よ、すまねえ、お腹かとかなんとか言いながら、こそこそ首をすくねて帰ってくるんじゃねえのかい。あらららら、やりやがったよ。あ、おみつ、こら、しょんべんやりやがったよ。しょうがねえな、お父っちゃん。すいません、根はいい親父なんだけど。父さん。は。要は菊屋敷へ参るぞ。は。疲れた。菊屋敷で休養を取る。よろしゅうございましょう。おう、よい、下がれ。明日馬の国にはお帰りくださいますよ。金利よりのお使い九条金房様謁見の儀がございます。表現の支度整いましてございます。もう良いと申したではないか。は。こと、まいお茶。次は狂言か。もう良い。要は一人になりたいのじゃ。は。この辺顔出さない方が。見つかると後でうるさいから。見つかるとうるさい。あんた見慣れない顔だけど。あ、竹三郎だ。以前だ、親方とよく買い出しに来てたんだ。そう、あったしってな。しかし昔と随分様子が変わったな。板船の数も減ったし、魚の匂いもツンとこん。心配して見に来たのかい。大丈夫よ、魚河岸潰させたいなんかしないから。魚河岸が潰れるのか知らないのかい。日よけ地になるんだよ。日よけ地どうすんのかね。そりゃ日よけ地も大切さ。でも魚河岸は町の真ん中にあるから
みんないつでも新しい魚が手に入る。そうでしょ。じゃあどっか移されるのかい。品川だってこんな御政道ってあるのかね。将軍がバカだからかい。将軍様は知らないんじゃないかな。まあそれもバカなうちだけど。上の方の取り巻きが悪いのよ。将軍様に直訴できたらね。直訴？命がけだけど。でもお城に入る前に殺すなっちまうわね。ねえ、もうそろそろ行った方がいいわよ。見回りのやつが来る頃だから。将軍はな、え、月に二度菊屋敷へお忍びで保養に来る、そう聞いておるが。壊していいってもらおうか。そんなものはねえよ。そうか。いや、そいつは残念だな。そうだ、メダカにしようかな。いや、目指しだ、目指し、目指しをくれな。頼むぞ。あ、お大さん。何、おじさん。ちょいと寄っておくれ。片付けてえものがあるんだよ。あら、さっきの。あんたか。お妙さんっていうのか。あ、たけさんだったわね。どうだ、ここへ座らんか。お、これ取ったにな。芋と人参とこんにゃくの煮しめだが、とにかく元気を出してもらってよ。魚菓子を取り戻してもらわなきゃ、おいらの顎が冷やがっちまうからな。いつもすみません。うわぁ、おいしそう。タクさんも一つ。うん、珍味じゃ。おやじ、お、目指しかい。根が張るかいいのかい。いやいやいや、これをくれ、これを。そうよ、うん、青物は需要になるのよ。うん、馬も人参を食うとよく走るからな。人と馬を一口にするやつがあるかい。タクさん。うん、さっきのこと本当？さっきのこと？将軍様がお忍びで菊屋敷にやってくるって。じゃあおじさん、これありがとう。はいよ。てんのか、お妙さん。いやいや、さっきちょっとな。手出すんじゃねえぞ。手？ああ、ところでな、助けさん来るかい。ほれ、おめえも探してんのかい。ああ、もう3日も帰らねえそうだ。本当か？おラバさん、タスキさん、ゆうべ帰らなかったのかい。ええ、ちょっと後お願いします。お出かけかい。あ、行っておいで。はい、行くぞ。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、持って帰って。やめてくれ、持って帰って。そうかい、だったらさっさと弱いちょっと足りろか。えっ、神のことに下がるとこういうことになるんだ。あこすか、無駄ね。えっ、ダメか。なんだよ、てめえ。
おかみの仕事逆らうとどういうことになるのか分かってんのか。ほう、これはおかみの仕事か。何を誰が決めるんだ。この野郎、ふざけやがって。お奉行様に決まってら。おお、町奉行が決めるのか。お奉行様一人じゃねえ、そのまた上のご老中様がお決めになったんだ。では老中がやれと言ったのか。ご老中様はな、ちゃんと将軍様のお許しをもらってんだ。どうだい、怖くなったかい。いや、わしは別に将軍が怖いとは思わん。何を、やろ、てめえも来るか。おい、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 悪いことをして世間を騒がせた奴が入るところだ。おお。さあ、はい。あの人はうちの使用人で竹三郎って言うんです。悪いことなんかするはずありません。何かのお間違いです。身元は私が引き受けます。私は魚屋の助けの女房お中です。その助けなら牢に入っているぞ。え？親方、竹、竹、え？おい、竹じゃねえかよ。え？はい、親方、なんか悪いことして入ったのか。え？なんだ、上様と助けが牢に。はい。助け、いやいや、親方、久しぶりではないか。こんな牢の中だが、親方、こっちを向いてくれ。ほらほら、たこ揚げと酒を飲んで、目出しで飯を食って。あ、そうそう、番台を担いで初めて、親方にな、魚河岸へ連れてってもらったときに、竹、稲田のくせしやがって、わらさずらなんてちゃんちゃらおかしい。わからねえだろう。稲田とは何だ。その、わらさとは何だ。ブリって魚は出世魚って言われてるくらいだが。その、ブリとは何だ。つまりこいつは、一生のうちに四回名前変えるんだい。幼魚の頃はわしか、次が稲田、それからわらさ、そして最後がブリっていうふうにな。つまりな、次第に出世をしていく魚のこったい。え、わかったかい。まだまだ将軍のお世話じゃねえってことだい。分かった親方。
遅いんだい。魚河岸のことは何とかするつもりだ。それ見ろ、よきに計らえなんて言ったんだろう。魚河岸のことはよ、魚河岸の人間であるからほっといてくんね。大体ね、今どんな風になったか知ってるのかい。島の元へ走れ。はい。ここへ来る前に行ってみたんだ。だがあの生き生きとした魚河岸はもうなかった。荒れ放題に汚れて。あ、そうだ、娘に会った。おたえとか言ったな。で、ちょうど京山の長屋を通りかかったときに追い立てに出くわし止めに入ったんだが捕まってしまった。その通りだい。だけどよ、どこの誰が何をしようとしてんのか分かってねえだろ。江戸の町は火事が多い。火事を一定のところで食い止め、焼け出された者が一時避難をするための火除け地として魚河岸が立ち退きを命じられた。だがそれは表向きだ。実は不正な裏があると感じてはいるんだが、その先はな、親方、親方に教えてもらうしかないんだ。それがね、上様、親方、竹でいいんだよ、竹。いや、あの生まれつきあのおちょこちょいなもんですから。実はね、あの佐野屋清兵衛公儀御用達の材木屋なんですけどね、こいつがいろいろ動いてるってんでね、探りを入れたところ、やっぱし公儀の人間が来るか。そう、二人が内緒話してんのちゃんと見届けてきたんだよ。ところがね、その侍の名前が分かんねえんだよな。タケ、分かるかい。いや、あの、ほら、羽織の紋所だよ。あの、魚の骨じゃない、ほら、馬の骨をこうやって、3本組み合わせて、その間に、ほら、あの、桜湯のさ、なんかそこに浮かぶ花びらがポッポッポッって3枚。喧嘩だがいいか。サブロー、助け！出ろ！出ろ！はい、どうも。どうもどうも、すいません。いや、これはこれ。お前さん、なんでこんなとこへ。いや、だからこれにはお前深いわけがあるんです。浮気でもしたんじゃないだろうね。性悪女にでも訴えられたんじゃないだろうね。バカなこと言うんじゃねえよ。なんとか言ってくれよ。そうだな、親方、もうしばらく厄介になったらどうだ。え、冗談じゃねえよ。私がこんなに心配してんのにも一体何で。いや、だから違うんだよ。嫌いよ。やろう、かかるんじゃねえよ、おめえもう。ちょっとお腹待て、おい。おい、お腹。大久保の老いぼれめ、旗本風吹かせやがって。ヤギ湯に手を回されちゃ。くそ。まだか。
まだ帰らんのか。おいも、ただいま戻れした。助け、上様もご無事であろうな。へい、おかげで牢の中じゃ一晩とっくりとひたつきやして話もしてみられした。例の一件で。本日、馬の国謁見の儀。引き続いて、羊の国まで五千務。猿の国より。そうか。老中酒井土佐の官と佐野屋清兵衛と結託しておったか。大菓子の立ち退きもただの日よけじゃねえかもしれねえって上様も。そうか、キャツらの腹の底まで暴いてくれるわ。え、また探るんですかい。酒井が老中になるについては多額の金が流れたという風評がある。それはね、佐野屋の献金に違えねえや。とすると佐野屋は何かを見返りに要求してるはずだぜ。あ、そうそう、あの上様から親分に言届けが。バカモン、なぜそれを早く言わん。なんだったっけな。上様はなんと、じいの潔白は明白である。しかしじいを陥れ何かを企む者の正体を暴き出すまでもう少しの辛抱だ。辛かろうが許せよ。それから上様が、じいももう年じゃ。わがままばかし言っておることだろうから、助けの言うことを素直に聞くようにと。助け、助け。たった今だ、魚河岸の酒井の娘お妙なる者が刺されたと知らせてまいったぞ。刺された。菊屋敷に早く。菊屋敷。菊屋敷。お妙さん、しっかりしてくれよ。これは、お妙さんがこれを懐に。これは将軍様への直訴状じゃねえか。それを菊屋敷に届けようとして邪魔されて大それたことを。そんなこと言っちゃいけねえ。みんなのために命張り出すったんだ。お妙さん、心配ないぜ。お妙さん、将軍さんはなもう聞き届けてくださってるぜ。お妙さん、医者どうしたんだよ。下庵先生が手当てしてさっき帰ったとこで、今婆やが薬取りに行ってんだ。あいつやめられるのか。お妙には手を出さんと言ったのに。酒井さん、今あんた何て言ったんだ。助けさん、わしはおめえさんたちに謝らなきゃならないことをしてるんだ。魚河岸がなぜ急に立ち退きになったか、誰がやろうとしてるか俺は知ってる。それを知っててあの念書を書いたんだ。本当かよ、酒井さん。魚河岸は日よけ地になるんじゃねえんだ。佐野屋の材木置き場に払い下げられる。それを手伝ってる加藤屋さんとは品川の新しい魚河岸の騒ぎになる。奴らの後ろ盾には与力の中根平八郎様、町奉行の川詰民部の醤油様、いやそれだけじゃねえんだ、ご老中の酒井様まで話が通ってるんだ。それとなんでもっと早く言っちゃくれなかったんだ。言ったらお妙がこれを佐野屋に見せられ口を封じられて
念書まで書いた。そういや、いつかお妙さん、空の荷車が走ってきて危うく跳ね飛ばされそうになったって。そんなことが。片山連中め、畜生、こんなことがお天道様の人はまかるとっているけ。助け、来るところまで来たんだ。老中や町奉には勝てねえ。いいな、向こう先の見えねえ真似だけはしてくれんな。おめえにはお腹という女房がいるんだ。親父、おめえには可愛い赤ん坊がいるんだぞ。しかしね、いけねえいけねえ。もうおたえ一人でたくさんだ。そうか、わかったか。はい、すべてわかりましてございます。お、来た来た。遅いじゃないか。早く早く。そうそうそう。お待ちどうさま。うん、さあ、お酌をして、お酌をして。え？遅いじゃないか。おやめさん。え？いやいや、サラヤさんどうぞ。どうぞどうぞ。そうですか、じゃあ。一本つけよっか。もう着いたかな。早え、山田。何考え込んでんだい。お前さんに似合わないよ。一心助けは威勢のいいのが売り物なんだよ。少し早とちりだけどね。私のことなんか心配しなくてもいいんだから。天下のご意見番、大久保彦左衛門の一の子分なんだろ。さち来ない来ない。これをな、今すぐ上様に。しかしお城にはどのようにして入ればよろしゅうございましょうか。や、神君家康公、かつてこの彦座をお召しになり、一旦官級小絶の右にそのご指示あらせられたのじゃ。耳を貸せ。は、はい。元気になりなせよ。
江戸城内もみじ山の築山陰にあった抜け穴は城外山王権現本堂下に通じている。この度の天下の台所なる魚河岸の騒動、これ以上大きくなれば衆目の知るところとなるは必定にて、これご政道のお手落ちとして上様お直れとなれば末代まで御恥となり候。幸いにして悪徳の元凶佐野屋清兵衛のなすところすべて明白となり候らば、我が愛用の槍にてこの白髪首一つと差し違える覚悟にござそうろう。じい、お前一人死なせはせぬぞ。上様。なりませぬ。土佐か。は。今日の西福寺の石灯籠は届いたか。彦沢箱庭であったが。何のことやら。やい、稲田のくせしやがって、わらさずらなんじゃちゃんちゃらおかしい。世は将軍じゃ、やりたいことをやる。将軍にできぬことがあるか。なんだ、ここは動かしてはないぞ。危ねえからよ、さっさと引き取っておくんなせよ。黙れバカ者。お前こそ出過ぎたことをすんな。お腹のところへ帰れ。そのお腹がやれって、晒しまで支度してくれたんで、大久保彦左衛門の一の子分だろうって。うん、さすが親分でまだ猛力してねえ。助け、骨はわしが拾ってやる。いつかの盗っ人か。何を。帰れ帰れ、しつこいやつだ。無駄なことはしないことだ。べらぼめ、こしたらな、棺桶代わりの万代担いで命張ってるんだい。もういけねえぜ、てめえらのからくりはな、全部お見通しなんだい。じゃあ佐野屋、金をばらまきゃな、思い通り横車を押せるとは限らないで。さあ、お裁き受けて天下にてめえの悪事をさらしてやるんで、一緒に来てもらおうかい。やれるかな、お前に。おう、やっちめえ。助けとかいいな、今度こそ逃がさんぞ。鏡のごとし、おいらの胸にはな、一点の曇りもないんだい。指一本でも触れてみやがれ、おいらの夜分、天下のご意見番大久保彦左衛門様がただおかねえ。よっ
そのまた上にはよ、三代将軍家康様がおいでになるんで。ほう、老いぼれに飾り物かい。なんだと。よし、あいつだって三つの顔を渡してやる。やるわ。親方、親も来たぜ。タケ、はいはいはい、この方誰だと思ってんだい。三代将軍な、家光様なんだい。背が高いんだよ。背が高いって言ってんだよ、この野郎。そんなはずがあるもんか。キリキリキリ。キリ、無理するな。いやいや、何を言わっしゃる。この彦太、16歳の右陣の右に取れます門中山において。キリ、分かった、休んでおれ。この野郎、キャリー、この野郎だ。どうだろう、どうだろう。こら、じたばたするな、こら。どうだい、気分は。心配かけたね。動かしを今まで通りしっかり頼むぞ。タケさん、ちゃんと用事をしろな。誰なの、あの人。将棋。まだ早いぞ。もったいない、もったいない。わらさから早く立派なブリになっておくんなせよ。お前さん、おっしゃい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 、わっしゃい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 。大菓子移転は取り消された。酒井土佐の守はその職を解かれ、奥州棚倉藩へお預けとなり、佐野屋をはじめ関わりを持った者たち全て処罰された。